飛ばしたいと思ってるのに楽なスイングしてませんかここのポジションだから飛びますなるほど40代以降もバンバンボールが飛ぶってことね飛びます<ー>先輩言い切りました今日確かに今日の左腰を切るレッスンはマジどの YouTube 探しても絶対ないね、うん、まあ、な,いないと思います はい皆さん、こんにちは。てげてーゴールドチャンネルの桜井です。今日も先輩、よろしくお願いします。よろしくお願いします。サクッといきましょう。サクッといきましょう。初号、アマチュアの方の中で、い番聞きたいワード、聞きたいワード、飛距離アップ。飛距離ですね間違いいなこれまでの動画でも、いろいろと飛距離について配信してきたけど、例えば、クラブを仕事させるアームローテーションだったりとか、いろいろやってきたよ。 確かに。まあ飛距離アップについていろいろあると思うけど、はい、今日はサムネでも書いてある通り、はいはい、左腰の回転の仕方をレッスンしてる。わかりました。じゃあ左腰ですね。うん、これね皆さんかなり勘違いしている人多いと思うんで、なるほど。今日はちょっとこう手げ手げ何の解説でレッスンしていきたいと思います。手げ手げって何よ？手げ手げってやっぱり引っ張り合いでしょう。 引っ張り合い、はい、引っ張り合いを起こして左腰を切るようにさせます、うん、なるほど、はい、ここ結構多分キーワードですかなりのおーなるほどっすね腰をやっぱこう回したいじゃないですかはははいはいはい、はいうん、腰を回すために、うん、いろんなやり方あると思います僕もいろいろ言ったこう膝を割って、うん、<laughs> 最近あるのこう左のいはを伸ばしてからっていううん、うん まあ、結構ね、アマチュアの方、飛距離アップって言ったら、左腰をバーンと。回した。いいですね。はい、回す、下がるじゃん、はい。でも、やっぱ、りその通り、やっぱ、こうね、うん、左の。こが回転すれば、やっぱり回転力上がるんで。それにおっつくね、こう捕まえ方っていうのが加わ、うんうん。なるほど、なるほど。があれば、やっぱ、ボールは飛距離はもう最大限に。飛ぶと思いまうんです。だね、ただ、やっぱ、その、うん、左腰を切りたいと。長年、多分、思ってる方、いると思うんですけど、はい、おそらく。一生懸命、切ろうとしてるす。うん、これでは。 ならないです。正しい腰の切れの方法というか。そういうのがあるんですね。別のところで、割合を起こして。ここを腰。なるほど。を回させます。なるほど。もうやみくもにこう、バーン。回すんじゃないですか。はい。なるほど。そこをやって。いきたいと思います。わかりました。じゃあ、今日もよろしくお願いします。お願いします。レッツレッツ。はい。やっぱり引っ張りを起こさないと、他のところが。 ピクッとしてピクッとそうピクッとして反応を起こすからここが腰が切れるんですよなるほどそうやっぱりねやっぱ一生懸命こうき切ろうとして多分ねアマチュアの方一生懸命練習していますどうですか皆さん左腰が切れた画像になった人いますかどうですかいますかいる方もいるかもしれないですただは僕が見る限りいないいないあまりいない いないって言ったら断言しちゃったらダメ多少はいるけどやっぱりその形になってる人っていうのはやっぱ少ない確率的には少ない確率的には少ないってじゃあどうやってすればいいかなはいはいはいは進行方向いは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 れはい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 やいは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  ままあ、もう言いますね。手はい、はい、手。手,手が、まあ、切り替えします。あくまでも僕イメージしか言ってないので、うん、イメージ外外そう。外に振って体は斜め後ろ外に振って体は斜め後ろ、はい、まあ、後ろから言うとここが。 まあまっすぐのプレートするとこうですこっちあ結構外に振っちゃうんだう結構で、ね、45度に振りましょうって僕言います、うん、こうやってうん、うん、で回転するからストレートになりますよっていうのもあるんですけど、うん、外<ー>こっちこういう方向結構インサイドアウト気味でいいんですかそうですね外に振ることでまあイ,インからはなるので来るんですけど,ど,ど、うん、外 でこの進行方向といった反対方向の引っ張られるやつって言ったらこっちですね。ああ、なるほどなるほど。こっち、それを体。まあ大げさに言うとこう。ああ、なるほどですね、なるほどですね。イメージですよ、これまじで。うん、あくまでもグリップエンド側の方向に。おお、そう。体をこうグリップこう外に振ってグリップエンド側の方向にうん、うん、ちょっとこう倒すというか引き合うというか。引き合う。まあ正面から言うと。 こういう感じです。はいはいはい、はい、ここの引っ張られ合い。なるほど。プラスここが大事ですなんです。ここいますよねす。ここだけだと、うん、<laughs> ただ結構ねゾーンが状態のベルトから上、うん、クラブと頭の引っ張られ合いでただこういう形になる。うんま、これだけすると、うん、結構ねみんな煽ったり右肩が下がったりするんです。はまあ、とか手元が浮いちゃったまんま。 右にパーって抜けるか高いちょっとドボール高すぎるドローボールというかロフトが寝すぎちゃって感じになるなっちゃうのでこれを今の二つこのイメージプラス低いとここれきついんですよここここなんですよ低いとこそうえそれってどういうことなの外に振るっつただいたいイメージこういうぐらいの手の高さなんですイメージは頭もこうやって引っ張られあって これじゃあ実際振る時ちょっとこうなりやすいす。いでちょっと煽りりっ,、ね、煽りっぽく手元がちょっと浮いたまま行きやすいです、うん、でもそれだったら最大限の引きは起こせないんですよなるほどなるほど低いもう手元がもう低いとこはあちょっと外プラス外プラス低い手元を低くするってことですかイメージはもうベルトより下あそんな低いイメージなんですよ <laughs> あ、結構低いねそうイメージはベルトよりイメージですよイメージねあくまでイメージねそう。うん、ベルトより下に手があることなるほどなるほどで引っ張り合い起こすことによって<ー>もうここはびっくりして引っ張り合いが起こって左腰バグって切れるようになるんですバリキーポイントやんそこいやここキーポイントですここまで見てない視聴者…まあ結構見てる方多いと思うんですけど最後まで、うんうん、こうやってこれだったら外に振ります 引っ張られるよう起こしてます。悪くない。確かに確かに。ただ日常ね悪くないね。手元が浮いてるってことは腰も浮きます。はあそこか。でも行きますよ。腰が浮いてますこれ。手元低くにしました。詰まるっす。確かにもうちょっと違和感あるもんね。詰まります。ってことは人間どうするかってもう詰まりたくないんで手元低かったら。あなるほど自然にできるんやそれが。そう。まあ正面からいきますよ。はいはいはい。 外に振ります。引っ張られ起こします。手高いですこれ。高いね。腰が若干こうスエします。こういう形ね。自然とそうなるね。高い腰スエします。まだ懐ありますここに。だからまだ振りやすいんですよまだ。ああなるほどでもそれだと腰がスエしてます。そうですね。じゃあこれが外行きます。低いとこでこれで腰スエします。もうもう詰まります。そう。 だからこういう、あのー、腰の使い方にはなりにくいどうするかというと懐を作りたいから腰をこうやってなるほどそうでピュッとこう低いところでこれ今ちょっときついですけどこれを引き合いと手元の位置はい、はい、高さを低く低くすること、はあ あそこがポイントをするだけで、うん、左腰っていうのはもう切るしかなくなってきます確かにもうやっぱりこう詰まるから勝手にこうさっきも紹介言ったようにこうピクッとなるっていうのはそこないですそ,そうです手元高い人って、うん、高い人で腰がこう切れてる人いないですよね、うん、確かに、ね、いないよねいないですよねいないね腰がこう手元が高,高い人って、うん、腰絶対こうやって制してるんですそうだよね 高いところに合わせて腰もやっぱその分だけ。す失礼しますね。それはもうなるべくしてなってるんですよ。手元が高い。高いところ腰がじゃあ引けます。これ。これもこんな力入らないです。確かに。はい。でも腰。回ってます。手元低いところです。これ結構力入りますよ。これ。めちゃくちゃ入りそうよね。ちょっとこれシャドウでやってるけど、やっぱめちゃくちゃきつい。きついです。ここは。はい。 あそういうことか大げさに腰をただ回すとかじゃなくて低いところに持ってくるっていうちょっとバリバリ押し込めてる感じがあるそうでしょこうと大丈夫今はあでもこれが手元が高くなってしまうとこうやって絶対引っ張られ合い手元こっちとこうちしたとしてもそう 手元が高いと、イメージが高いと、腰っていうのは絶対、こう流れてしまう。んです。やっぱ、ちょっと抜けてる感じがあるもん、ね。そうです。そう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 ,そうや、ね。やっぱり腰がある程度レベルというか。しっかり回<う>レベルにしっかり回ってるから。押し込めてるよね。これはマジで押し込めます。圧がかかり、ね、半端ないです。<laughs> 結構腰切れてますね。僕、しかも結構ゆったり振ってるけど。 暑いです。あの、暑い。がいめちゃくちゃ暑い。はい、だから腰を多田さんに切ろうと思っても切れないです。だからやっぱ。まあ、ゴルフシングてやっぱそうじゃないですか。まあね、こんな単純に、ね。腰を膝伸ばそうとか、うん、腰を切ろうとか、ね。うん、やっとっても、絶対切れないです。うんそうね、僕はそう思ってます。はい、アマチュアの皆さんって。腰を切るって言って、まあ、腰の切れで飛距離を出すとか、結構あるじゃん,、うん。はいはいはい。でも。 ただ単にこう腰を切るスピードだけを増やしちゃってやっぱりいろんなところがまあスウェーだったりとかやっぱ伸び上がりだったりとかいろんなことが起きやすいからでもやっぱりゆっくり回ってるけど圧自体がその分強くなってるからそうですねやっぱり手元が高いと圧弱いですよ。 か軽くなっちゃうです、ね。やっぱこう手元が低い腰も低い位置でこう切れてる方がやっぱそれはもうね押せるよね。絶対押せます。当たり負けもないですね。だからもうラフとかラフとかだっても当たり負けしないし、まあラフ浮いてる時はちょ,ちょっと別の話になりますけど、<ー>はい、やっぱこう強いボールが風の日とかでもそういうのやると結構めくれたりするっていうのはなくなってくるでしょう、ねうん。なるほど,るほどはい、あ。腰を単純に切るっていうのは、うん まあプロはできるかもしれないけど、やっぱり人間なんで多分その切れてない切ろうとしとって切りたい切りたいって言ってここばっかり意識してこうやってしても僕は切れないとは思ってます。練習的にはどんな感じでもイメージイメージだけでか。もうイメージですね。で、やっぱこう外に振る頭はちょっとこう引っ張られ合いを起こすで手元は引くここが感じなんですけど。 手元がこうまあかが僕鏡見ながらやってますけど、うん、鏡がある方はこのまあベルトはい、はい、ベルトより低いところに手を持っていく感じです。うん、ああそういうイメージをしてそちょっとこう。ただこれで、うん、こうやってインサイドにこうしてもこれはもう引っ張られ起きないんでな楽なんで。<laughs> はい、な,るなるほど。まあ実際アプローチだったらわかりますこうやって、うん、じゃなくてこの低さの中で外にこう振るっていう。 外がきついよね。そう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 ,そう外がきついね。そうす。そこで引っ張りを起こすから手元が低い低くからこんな腰が構成してる邪魔ですからこれ、うん。確かにでどうなるかと言ったら、は<ー>まあ腰がポンって切れるようになるっていう。なるほどなるほど。ほどはい、やっぱこ物を使う道具を使うんで道具と体のうん、うん、これ何でもなんですよね。うんうん、野球でも全部そうっす。うんうん、はい。やっぱり上がそういう形になるからこそ、うん、下もそういう。 形になるよっていう。ところなのね。はあ。じゃ、難しいんですよって考えたら。難しい。難しい。だから、やっぱ、こう感覚で上手くなる方もいっぱいいると思うんですけど。もちろね。でも、最近、やっぱ、こう携帯。がね、やっぱ、スローモーションができた。はい。ブラウジじゃない、スローモーションなんかなかったので。スローモーションができたんで、なんか、すごい、こう。あの、細かいところが見えるようになったんで。確かに。やっぱ、こう、アマチュアの方も、それ見て、あ、プロみたいに、こうなりたい。うん、うん、うん。 飛ばししたたい、い腰も回結構左腰のワードって今日は飛距離のワードはあれですけど実際そこに繋がる左腰の回転の仕方っていうのは結構みんなしたいけどなななかかできい、長年って方結構多いんでこれやっては最初当たらないんですけどね当たらないそういう練習をした方がいいんですけどドリルとして。そうういい方たちが多ので、今ね だから、やっぱり、こう、ただ単に腰を回すんじゃなくて、なるほどやっぱ、こう。引っ張られ合い、を起こして、引っ張られ合いが大事で、プラス、<ー>低さで。低さ、す、その低さです。はい、で、大体、僕もレッスンしてると、アマチュアの方は、これで腰がいきなり、パクンって、回ります。うん、回ります。はい、左腰を回そうと思っても、あの、なかなか回らない方は、今日の動画は、結構、うん、いろいろありますよ。はい、うん他にも、いろいろありますけど。 結構今日のやってもらったらいいですね。これはマジでお試しあれって感じですね。そうそうただ、もうイメージをどこまでさせるのかっていうのがちょっっとやっぱ実際、自分で打つ、うん、と難しいところがあるかもしれないですあねいきなりパーンっとやって当たるわけじゃないから、はい、当たるわけないですねまあ多少ね、ね自分でそういうイメージだけでもしっかりやって普通のノーマルショットに戻ったときにちょっと変わって。 それで感覚をつかんでいけばうん、うん、やっぱ腰をバクって切れるようになると思います。いいやー今日もいやー今日もかかかからうろこっすよ。でななんんね、最近かんないとか言わわと言れるけど、 うれしくなってますよね、最近。いや、逆にね、嬉しい、なんか最近、そういう、そういうのが来たら、アンチっぽいっていうか、ちょっと燃えるよね、でも別に仕事でやってるわけじゃないんで、僕らも無料で配信してるんで、そうのよね。はちょっと分かった上でコメントしてもらいたいです、人として。いや、本当でしょ、そうでしょ、俺だって絶対しないですよ、そんなアンチコメントなんか。なんでそうう。い

じゃあ皆さんいいですかこの辺で先輩終わってあ、よろしいですよはい、じゃあ皆さん今日も長い間お付き合いありがとうございましたありがとうございます、えー、チャンネル登録はい、高評価高評価いいコメントください <laughs> よろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ皆さんまたお会いしましょう今日もありがとうございましたありがとうございました